はい、どうもしょりです。今回ですけども、ちょっとね、お知らせがあります。僕、人生で一回も手術をしたことないんですけども、今回、手術することが決まりました。で、何の手術なのかってことなんですけども、この目のクマですね。これあんまわかんないじゃないですか。でも下向くと、ほら、がっつりここ、わかります?影になって、こう下向いた時にクマがガーンって出るんですよね。で、これってもう何をしても消えないんですよ。専門家の人に見てもらって、いろいろ聞いたら、中の脂肪が膨らんできてて、それを取らないと戻らないらしくて、膨らみがあるんですよね、ここに。で、これね、多分、ほとんどの人は気にならないとかっていうレベルだと思うんですけど、僕はすごいこれ気になってて、なんかあるたびに、例えばクマがちょっとあるだけで、ヒカルさん疲れてるんですかとか、ヒカルさん寝てくださいよって言われるんですけど、まあ、これってね、すごい僕のためを思って言ってくれてるコメントだと思うんですけど、寝ててもあるんですよ。どんだけ24時間寝てもあるんで、寝ようが元気やろうがあるんですよ。だから根本的なところを解決しないと一生こいつと付き合っていかないといけないってなって、で俺は正直ね、注射とか切開とかそういうのを避けてきた人生なんですよ。麻酔するってなってもまあほんと歯医者ぐらいで、基本的にはなかなか点滴すらも嫌で、できる限り避けて生活してきたんですけど、まあ、今回切開します。ただこれね、切開っていうと危なそうに聞こえるじゃないですか。僕も最初ちょっとね、冷や汗かいたんですよ。お医者さんに一番いいのは切開するしかないですと、これは切開して脂肪を取るのが一番確実で一番効果がありますとって言われて、大丈夫かなって思ったんですけど、聞いていくと、ここにメスを入れるんじゃないんですよね。この裏側ですね、裏の下側のところに1センチか2センチメスを入れて、そこから脂肪を必要な分だけ摘出するという感じなんですよ。マジです、いや俺これね、もうね、目のクマに関してはすごい前からもう何とかしたかったところで、これ今軽くメイクしてるんで、まあ、言ってあんま分からないじゃないですか、正面から見ると。ただ下向いてがっつり分かるんですけど、これメイク落としたら正面からでもちょっと分かっちゃうんですよ。まあ、ちょっとこれもう出とうかな、ここら辺に。ほらもうどうにもできんわけ。どんだけ頑張ってもヘアメイクのすさげさんにやってもらっても、やっぱりこのへこみとか膨らみとかはどうにもできないと。要は色は変えれるけど、この肌のでもここのちょっとしたこの凹凸はもうメイクじゃどうもできんというところに来ちゃってるんですよね。でこれね、放置してたらどんどん悪化していくらしいんですよ。人って眼球の後ろと上からに脂肪の塊があるらしいんですよね。2個と3個あるらしいんですよ。これの片方のこの3つあるところの2個ぐらいが基本的に重力で落ちてくると。落ちてきて下側のやつだけが押し出されて前に出てくるらしい。こういう風に出てくるわけ、脂肪が。俺いろいろ聞いないけど出てきて、それが膨らみとなってこう線になると。でこれ実はこの膨らんどう部分ってこう膨らんどうなんだけど、膨らんどう部分の反対側にはちょっとくぼみがあるって、こうやって。でこのくぼみはくぼみで年々大きくなっていくわけで、だから外に広がっていくわけ、どんどん。だからこの S 字の膨らみがどんどん広くなっていくわけよ。広くなったらがっつりクマになるみたいな。だからもう根本的な解決をしないとちょっとこれは難しいんじゃないかと。であとなんか他にも切開以外にもなんかいろいろあるんですよ。脂肪分解注射みたいなの打ち込んで余分な脂肪を分解するみたいな。ただそれも切らないなんかみたいな感じで有名で、すごいねメジャーで病院にも来たりするらしいんですけど、それの弱点があって、薬がどれぐらい効くかっていうのは個人差があるらしいんですよね。だから脂肪をピンポイントで例えば100減らしたかったとしても100減らせない場合があるわけですよ。だから100減る人もいれば200減っちゃう人もいると。逆に50しか減らない人もいるらしいんですよね。で、それって個人差があるらしいんですよ。だから、めちゃくちゃ減っちゃったら、逆にげっそりしちゃうっていう。怖っ。コントロール効かないらしいんですよ、薬だったら。っていうのもあって、切開だったら、お医者さんが目で見て、必要な分、要は余分な分だけを取るから、確実なんですよね。で、別に後とかも特に残らないんで、それだったらもう、やろうと。で、YouTube にしちゃおうと。YouTube にすれば、もう、踏ん切りつくんじゃないかっていう。YouTube 魂ですね、これに関しては。で、一応まあ、この診察してね、封筒もらってきたんですけど、これまだ見てないんですけど、なんか、ありますね、これね。ほんま字汚すぎて何書いてるかわかんないんですけど、先生に、いろいろ目の仕組み、なんでクマができてるのかとか、でどうすればいいのかとか全部聞いて、いろいろ教えてもらって、さっきの説明みたいな感じで教えてもらって、料金。これね、治療名が、脱脂術、プラス、コンデンスリッチ。かっこ、目の下脂肪注入っていう、コンデンスリッチっていう、それをね。で、これが、85万円。うわ、高っ。めちゃくちゃ高いです。高っ。脱毛の日じゃないやん。いや、全然。めちゃくちゃ高い。クマってそんな高い？これね、行った時に、光るっていうことを知ってくれてて、先生が。多分だから、一番いいやつを言ってくれたと思う。もっとだから、高かったちょっとっていう人には多分、これを進めてこへんと思う。もっと安くて。っていうやつを進めてくると思うんだけど、多分一番高いやつを進めてきて、一番いいからっていうの、これがっていうので。で、まあ俺もまあそこはもう、先生に乗っ取ろうみたいな。正直もうここはお金じゃないから、俺の場合は。これが別に30万やろうが、別に100万やろうが、俺からすれば効果があるかどうかが大事だから。っていうので、まあこれは別にいいかなっていう。で、ベッドで麻酔代がかかりますね。麻酔代が15万ぐらい。これ高いです、結構。で、俺麻酔、本来だったら、静脈麻酔っていう点滴の麻酔らしいんですよね。点滴打ってる間に眠ってて、寝てる間に全部が終わっちゃうみたいな。
だから痛みも何も感じることなく点滴だけで全部が終わるっていうのが本来らしいんですよね。めっちゃええやん。ただ俺はそれでも点滴が怖いって言ったんですよ。さすがに先生、点滴はねちょっと怖いと言ったら、じゃあ正気麻酔もしちゃいましょうっていう、ガスマスクみたいなのかってやって、空気吸っとう間にちょっとなんかお酒で酔ったみたいな気分になるらしい。その間に寝とう状態じゃないけど、ほぼほぼ睡眠状態に近い状態、ふわふわした状態で点滴を打ってもらって睡眠に入ると。で目覚めた頃には全部終わってるっていう。で今回は手術なんですよ。だから言ったら点滴打つだけなんですよ、俺からするとね。そこしか記憶がないんで、そしたら終わってるっていう。でダウンタイム、術後にどれぐらいね状態的に悪化するのかっていうと、だいたいめちゃくちゃ晴れても10日ぐらいって言われましたね。でもほとんどの人晴れないらしくて、10人いたら9人ぐらいは晴れないらしいんですよ。だからほぼほぼ何もなく、そのままありがとうございましたで終わるらしいんですけど、10人に1人ぐらいは、まあこれも個人差があるんですけど、まあ、ちょっと青技みたいになって、で痛みとかは言うほどないらしいです。ほとんど痛くないって言ってましたね。ちょっとって言ってましたよ。本当にそんなめちゃくちゃ痛いってことはありえへんみたいな言ってたんで、だから頑張ることって言ったら、まあこのお金と点滴ぐらいの。そうそう、だからすごい切開とか手術って言ったらめっちゃ大げさに聞こえるけど、実際蓋開いてみたらただそれだけなんですよ。でインスタグラムでストーリーで投稿したんですよ。そしたらヒカルさんも整形するのかみたいな、整形はしてほしくなかったみたいな来たんですけど、俺からしたらね、すごい簡単に例えるとイボができたからイボ取るのと変わんないんですよ。だってクマって初めからなかったでしょ。生まれた時になかったものができたからそれ取るだけなんですよね。俺からして整形でもないし、仮にこれが整形やったとしても何があかんのっていうことが正直思いますね。でクマあっていい人なんておる、クマあるから魅力的な人おる、ない方が良くない。いやだから肌汚くて魅力的な人おる、肌汚いより絶対綺麗な方が良くない。これってさ100ゼロじゃん。100ゼロっす。うん。でクマはない方が良くない。鼻が高いか低いかは個人差あると思うで、目が二重か一重かは個人差あると思うで、でもクマはない方がいいやん、肌も綺麗な方がいいやん、それだけなわけ。だから俺は別に整形に対して偏見もないし、したくなったらするけど、でも今のところ別にする気はないんですよね。特別自分の顔で鼻高くしたいとかっていうのも分かんないというか、あんまりどこをどうすればかっこよくなるかっていうのも今まで正直想像つかないんであれなんですけど、ほんとそんな感覚です。だからなんか大げさに言うと手術で切開なんですけど、まあほんと簡単に言うとただの点滴ですね。で点滴で寝てる間に終わるんで、わかんないですよ。ただまあ勇気はいりますけどね、ちょっと怖いですけどね。でもう今日病院行って4日後もう手術予約してきました。もうこれはね結構スピードでね、もうやっぱこれ時間かけても嫌になっちゃうんで俺も怖くなるもんね。そうでこの悩みね、これもすごいもうほんと分かりにくいんですけど、まあ映ってるじゃないですかここに、このガッツリね、こうこれをね消したかったんですよね。こう下向いた時のね、これが消えるだけで全然疲れてない顔に見えたりとか、鬱陶しいわけやっぱその言われんのって、疲れてますよねって。寝てもこうやって言われるわけやからさ、で俺からどうしようもないからそれって、寝たのにっていう、そういうのってあるじゃないですか。自分にしか分からないような、例えばコンプレックスとか悩みみたいな、まあそれに近いですよね。みんなからすれば、いや別にそんなクマそんなほど気になったことないよって人もいるかもしれないんですけど、俺が気になった時点でそれはもう解決する必要があるんで、だから俺はちょっと今回ね YouTube 上でそういう姿を見せて、どう変わるのか変化を見てもらえたらなと思ってます。まあ、あとはなんかいろんなね資料みたいなのもらったんですけど、治療の目的の特徴とかね、突出した眼球まぶたの脂肪を切除しますと、下まぶたの血膜を切るだけなので傷跡は全く見えない点、縫い閉じる必要がないので抜歯が不要であると、また腫れが少ないことが大きな利点ですと。手術も短時間、これ手術の時間はすごい短いです。なんか30分ぐらいまず院長に見てもらって、でその後にまあ正気麻酔行くから、あなんか麻酔して、もう寝た瞬間からスタートで全部で40分ぐらいで終わるって言ってました、であとはもう起こしてもらってっていう感じですね。まあすごいだからね、やばい感じじゃないんですけど、まあ腫れもだから大体2、3時で引くと基本的にはね、言ってるんで、まあまあ大丈夫かなっていう。2、3時で引いた瞬間もなくなったわけだもんな。そう、それが楽しみやね。いやーこれね、クマがなくなると俺マジでモチベ上がるわ。鏡見るたびに寝起きで、もうげっそりしとうわけ。どんだけ寝ても。うざいね、ほんまに。結構変わるやん、やっぱこの、クマがあるかないかで、ほんまに変わるから、芸能人とかでも調べたら出るわけ、比較画像みたいなんで、クマを多分何らかの方法で撮った人とかおるやんけど、もう全然違うから。クマあるかないかで、めちゃくちゃ健康的な顔になるわけ。若返るわけ。クマがあるだけでほんまにげっそりして老けて不健康な顔になるから、笑顔が綺麗になるみたいな感じあるやん。それに近いもんがあると思う。笑った時に歯並びが汚かったらちょっとって言うやん。それに近いもんがあるよな。だってクマがあるだけで不健康に見られたらさ、もし仮に自分が営業マンやったらさ、不健康に見られたら絶対あかんやん。ヤクルト販売するやつが不健康っぽかったらあかんやん。健康な顔しとるって結構大事やんか。覇気があるじゃないけど。俺もだから普段はね、多分こうやって言ったらわかんないんですけど、上向いたらわかんないんですよ全然。こう下向いたらがっつりくるんで、これを除去していきます。マジ僕から見とってもやっぱ下向いた時に、いやそうだろ、めっちゃあれやろ。だってファンデーションがなんか塗ってこれやから、目元は特に結構重点的にやってこれなんで、ガチで何もない時はもっとなんでね。これはもう俺は永遠の悩みとして生きていくんかなと思ってたんですけど、正直勇気がなかったんですよ。目のクマの治療何度も調べたことあって、もう1年くらい前からずっと調べてて、で1回予約してでもやっぱキャンセルしてみたいなのを3回くらい繰り返して、最近ねもうある程度肌も綺麗になってきて、まだまだもっと綺麗にしたいんですけど、肌に関してはやっぱもうクマと向き合う必要があるなと。1回クマとは一回これ向き合わへんかったら、もうこっから先はないなと思って決意しました。これはね、俺にとってはすごい大きいですね。まあなかなか踏み込まなかった領域なんで。でもこれを機に怖がらずにね、変えた方がいいところは変えていくみたいなことはしたいですね。まあこれはマジですごいでかいことやな。
だって意外に行ってみたらただ点滴で終わりなんやと思った。もっとなんかやばいんかと思って、目とかやから大手術になると思ったもん。いや俺なんかもうここにメス入れると思ってたもん普通に、この表面に。でもそうじゃないから、表じゃなくて裏側のこのまぶたの裏やから。どこにメス入れたんだよ。あれはなって寝とはいいやからな。話聞いとったら気持ち悪いってなるけど、それでね治るんだったらね。であとクマにも種類がめっちゃあるんですよね。黒クマ、茶グマ、青グマ、赤グマみたいなあって、俺は黒クマってやつで、これが一番多いやつらしいですよね。症状によって施術内容変わってくるんで、一般的に多い黒クマっていうのは脂肪が原因らしいんで、それを取るっていうのが大事になってくるみたいです。結構クマに悩んでる人ってすごい多いらしいんでね、年取ってくるとやっぱり男も女もクマに悩んだりすると思うんで、今回は僕はお金かかりますけど、かなりまあ多分いろんな治療方法があるんでね、一生を左右するんで。でどれぐらい持続するんですかって聞いたんですよ。効果が2、30年は全然大丈夫って言ってましたね。ええー、だから言ったら俺が50歳ぐらいになるまでは全然クマがない状態が続くらしいんで、すごいね、うん、それ結構でかくない？確かに、うん、効果がすごいね。たった1時間とか2時間ちょっと頑張っただけで20年間クマとおさらばって考えたらでかいね。20年間ってだって何日 365×20 したらすごいやんか。だって100万を7000日で割ったらさ、言うてやん、そんな1日あたりで言ったら。まあ確かに、タバコやめるだけでできるぐらいの費用になると思う。だからそう考えると俺は、まあ、全然やる価値あるなって思ったんで、まあ僕はもちろんある程度お金余裕があるってのもあるんですけど、でも100万かける価値があるなって思うぐらい悩んでる人はいると思うんで、ね、俺肌綺麗にしよかったと思うもん。やっぱめっちゃ変わった。やっぱそれはお金かけてよかったなと思うし、これって本当にまあ多分当事者しか分かんないんですよ。それはやっぱ本人が自分がやりたいと思ってやるべきかなと僕は思ってるんで、だから周りがどう言うとか関係ないんですよね。周りが気にならないよって言ったところで自分が気になったらそこまでじゃないですか。逆に自分が気にならなかったら周りが気にするって言っても関係ないしみたいな。まあ、俺はだからそこに関してはね、妥協せずにできる限りやりたいなっていう。まあ怖いやつは怖いんで無理ですけどね。まあでも今回は正気麻酔っていうのを聞いた時に、あ、いけるなと思ったんで。チャレンジしてみようと思います。だから当日ね、まず多分動画を回します。手術してる時は多分動画回せないんですけど、行く前と行った後どんな感じなのかね。カメラ回してたらなんかね、勇気が出るというか、もう行くしかないってなるよな。カメラ回っとるから、うだうだ撮られへんし動画撮っとるしね、もうそうするしかないけど。あ、そうもう俺はほんまでも やるつもりやから。皆さんもね、何かしらあると思うんですよ。まあ例えばちょっとしたところにイボができたとか、それをね切除するのってやっぱ手術が必要だったりするんですよね、うん、とか例えば包茎手術もそうですよ。こんなん別にバカにされたりする話かもしれないけど、そこで悩んでるとかすれば、それ一個するだけでちょっと人生変わるわけで、でもそれも手術じゃないですか。すごい怖いからなかなか行けなかったりとか、いろいろあると思うんですよね。だからそういう人たちに向けてちょっとね、勇気を与える動画になればいいなと思ってますね。まあ、俺もそういうのから本当に逃げてきたタイプなんで、僕はなんかまあ別に特別これ手術した方がいいとかってなかったんですけど、だから例えばイボジとかでもそうやん。で前さんもそれはあるやん。だって字でさ、手術した方が本来いいわけやんか。まあでも逃げてますね。そうだ、一緒やん。だからそれ怖いんで。そう、それと一緒やんだから。想像してたけどちょっとあんなところに、うん、そう取り除けないです、あんな。でもそれと一緒じゃない。でも多分それも一瞬だと思うよ。メスでイボを取るだけやから、ネットは何で終わるんや、多分もしかしたら、うん、って考えたらって思ったわけだから、そこを俺は一歩踏み出すっていうで、それ一歩踏み出したら次もっとなんか地でイボ地でできたとしても同じ要領でいけるんかなっていう。一回経験すれば意外に対処もないやみたいな。その手術って怖いけど意外に軽度のやつもあるんやなって思ったら早期治療できるやん。やっぱひどくなってからの方がもっとなんか重いことせなあかんやん。俺もだからそれは嫌で、今のうちにまだ若いから、まだ言っても俺もそのうちにちょっともう除去しようみたいな。どう変わるんかちょっと見たいけど、今はメイクとかしてもう分からんけど、すっぴんとかでももう全然なくなっとってすごいもん。いやそれすごいで。そこもだから俺は自分の体で人体実験。 YouTuber って一人やろから、さすがに向こうも下手なことせんやろ。できんやろ、うん、絶対もうこれで大失敗したらめちゃくちゃ言うたるからなって思って YouTube で。それの保険でもあるわけ、この YouTube。 すごいプレッシャーやろ、うん、一回これ先生に見せた方がいいでも先生もあの知ってくれてたんで、受付の女の人たちも名前はしてたみたいで、ただカウンセリング受けてる時俺帽子かぶってたんで分かんなかったらしくて、カルさんだったんですねみたいな。だからまあ多分いい感じにしてくれるでしょ。額も額やから、もう言って多分簡単なんやと思うんで。だって脂肪取るだけやもん。だってそれだけでそんな人生変わるんやって考えたら、それだけでこうやって100万も取るんかって考えたらすごいけどな。技術がすごいんじゃない、やっぱり。な、多分そういうことやな。でも結構他のところで調べてもそれからしたらやっぱ高い。てか麻酔がもうまた高い。なんか10万とかする。儲かったやろな。ほんまに。うん、保険が効かないですからね。確かそうなんですよね。保険効かないのでかいですね。まあ、しなくてもいいことなんでね、別に。で、なんか俺、テンチムからも、クマのこと聞いとって、テンチム過去にしたことあるらしいんで。なんか俺とは多分違う方法で、何年か前にしたらしいけど、全くクマなくなったらしい。すっごいゲストの人って悩んどったらしいけど、いや、してよかったって言ったから、まあ、それもちょっと後押しになったな。それでよかった、俺もしよう。何を？クマ。クマもないやん、別にあんまり。いや、もしクマ出てきたら。あるのはあるな。言ってそんな目立つことじゃないけど、横に引っ張るやん。引っ張って。あ、そうじゃ消えるやん。俺と同じやんだから、黒クマってやつやろ。もうそれがもうほとんどらしい。脂肪らしい。だ寝ても治らへんの、俺、そのクマ。意識したことなかったの。がっつり寝て、消えてなかったら多分そういうことやから。そんな意識したことないもん、多分。で俺もがっつり人から、前さんとかひどいから、圧倒的に。日本戦ぐらい行っとうから、これ何、ゴルゴ戦かなんかでこの辺ね、よくわかんないところ。これがっつり人から。それは全部消えると。っていう予定。だからこれ、すごいこうやってるじゃないですか。これ引っ張るじゃないですか、これ。そしたら消えるんですよ、ほら。ああ確かに、これ消えた状態になるみたいってなったらマジで俺幸せやなと思って。はい、というわけでガチでね、手術することも決まったんで、その手術の当日の動画も楽しみにしとってください。じゃあ今回はこれで終わります。ありがとうございました。
いやーなんか嬉しいな、すっきりするわマジで最高。結構悩みの谷やったから。そう、俺最近も確かにずっと言っとったもんな、うん、それもうめっちゃ考えとって、メイクしてもらう時にもクマをどうにかしてほしいみたいな。そう、めっちゃそれ嫌やって、ほんまに。で俺歯も矯正しようとかいろいろあって、いろんなとこに相談して、インスタグラム投稿してコメントとか来て、それも読んだりとか、すごいその歯の専門の人たちがいろんなコメントくれたから聞いたりとかしとって、まあ歯も矯正しようかなと思ったりもしたんやけど、まあ歯は結構ガチで時間かかるっていうのと、喋るのに支障が出るっていうので、長い時間かけてやろうと思ったら無理やと。で短期間でやろうと思ったら健康な歯を抜かなあかんと、神経を切らなあかんからってなったら、すごいそれもったいないっていうので、もうじゃあそこはもう一旦いいかってことで、歯の矯正はもう断念したっていう。でも目のクマはね、もういっちゃいますよ。これはもうプラスしかないんで、本当に。もうマイナスがないんで言っちゃいますけど。確かに。うん、もうこんながっつりあるのが、ちょっとでも改善されるだけでもいいのに、これがガンって減ったらもう完璧になるんで、頑張ります。前さんも言ったら G。いや、G はちょっと別に、今出てきて。いやでもそれもほんまに、でも正気麻酔で点滴症で終わったらめっちゃ楽じゃない。それがもしあるんやったら。まあそれ聞いてみたら。ほんまにそれやったことがあるかもしれない、そういうの。でも G よりデコをやりたいかな、先に。あ、デコの手術、うん、まあね、まあいやいや、うん、それはやっぱり自分しか分からへんことだから、まあやらんねんちゃいや、やるか、まあ、やらんねんちゃ、うん、いやー当日はじゃあもうあのチームヒカルでアルファードで行こう前さんと須田さんと運転手にロケマサ借り出して、借り出して待機さしといて、手術室全員で守ってこうやって、ね、願って汗で一人になってるかもしれない。でもあの一応手術中のサムネ欲しくて写真撮ってくれって言っとうから、そしたら OK って言ったから、ちょっとした様子も見れると思います、どういう感じなのか。でもなんかもう顔に布をかぶせるらしいから、なんかほぼ分からんらしい でしかも結局眠らされるから。確かにね。そうなんです。だからもう俺は多分何やったのか分からんっていう状態なんじゃない。ちょっともうここに痛みがあるとかちょっとだけ、はい、そんなレベルじゃない多分。ってなったらめっちゃ楽よな、うん、いやー最高マジ。早く4日後なってほしいな、それで早く過ぎ去ってほしい、その日が。いやー頑張ろう。